気管支肺異形成症は、早産時において、長期間の呼吸補助が必要となる疾患であり、慢性肺疾患とも呼ばれる。呼吸休白症候群の子において、多く見られる。BPD の定義は、早産時の生存率の向上や、サーファク白炭と投与、出産前のグルココルチコイド療法、新種性の低い人工呼吸管理といった、新生児管理の改善などを背景として、 変化し続けている。BPD の重症度は、この成熟度、成長、及び全体的な重症度と相関する。早期の基幹相関によって、孤入障害に至る場合がある。そのような場合、高校触覚過敏症を示すことも多い。相残時に対して、長期間の高濃度酸素投与を要することにより、エシセイ再期支援に加え、炎症と反抗を伴う。 肺包中核損傷を引き起こし、低酸素血症に至る、サーファクタント療法や肺保護換気の出現により、軽症例に止まることが多くなってきた。古典的な基準では、下記に基づいて出生後28日で BPD と診断された。出生後最初の2週間において、3日間以上の陽圧換気、呼吸機能以上の臨床兆候、 顔に50水銀中ミリメートルに維持するために28日以上の酸素補給が必要。BPD に特徴的な微慢性異常所見を伴う胸部、X 線写真。BPD に対する新しい国立衛生研究所の重症度分類は、以下の通りに本における慢性肺疾患の病形分類は、下表の通りである。重毛膜葉膜炎を伴う慢性肺疾患の場合、 胸部レントゲンで、放末状、機種状異絵があれば3型、なければ3型に分類される。I 型、2型が帰還支配位形成症に、3型がウィルソンミキティ症候群に、それぞれ相当すると考えて良い。日例7以内の早期申請時にステロイドを投与すると、帰還支配位形成を予防できることを示す文献がある。ただし、 ステロイド投与による神経発達後遺症のリスクがメリットを上回る可能性がある。日例8以降にステロイドを投与することが有害であるか有益であるかは不明である。人工呼吸器から外すことができない人にのみ使用することが推奨される。LBW の赤ちゃんのビタミン A が死亡率と気管支配形成の減少に関連していることを示せ示す文献もある。 酸素投与なしだと、酸素飽和度が低い場合は、自宅での酸素療法が推奨される。BPD の発生率は、施設によって異なる。新生児のリスク要因やケアの内容に加え、定義の違いも影響する。ありがとうございます。